アングリーバードありだね。やるか。まだ対戦したことねえんだよ、アングリーと。実はあの頃よりは強くなりました、師匠。対戦したことないですけど、あの人たちいつも段差でやってんの。ヘロル大悟さん今何だった、 FT5 で3先5先か。先生、この組み合わせは僕自信結構あります。真面目。まあ、使うとして、先生僕この組み合わせはちょっと高いなんです。さあどうすかな。おい、ごめん、やる。さすが師匠、対策きっちりやね。出たー。結構でもあれだな、バウンドするんだな。使ってこれあるんだな、多分オーディン昇竜食らう、食らうが正解と見た。どうすか。で正解じゃないですかこれ。なるほど。工夫が見られるね。ショーパンラッシュ。あきがうめえな。いやマジアホ、なんでなって今。積んどったのに。またこれも。よくあれみんな出ないな、逆に。もうあー、もったいなかったな。なんかちょっと打つか。あ、ほんまやるのか。あ、始まった。いやちょっとミスが多いな。てかやっぱ強えな。でもそれもそれはそれとして、やっぱ先生は違えわ。走るんだな。うわ死ぬかこれ。うわ見誤ったな完全に。この散らし方がやっぱうまいな。こっちでこっちの方が早いや、そうなんだよ、これ。やっちゃったなぁ。知ってたのかな、これ。残る。
やっちゃったか。やばい、めちゃくちゃ強い。下がりとか超うめえ。いやあ、マジか。いやー、立ち将棋っくだったか。やってねえんだマジで。ダイパン押したんだよ俺。突然出ちゃったな、ダイパン。行ったかこれ。熱え。これは最強剣だな。強えわ。普通になんか技術っていうよりもこのゲームが強えわな。読み合いとかもマジで強えわ。Thank you. Thank you. ちょっと、謎の英語になっちゃった。よし。よし。いや、でも強かったな。なんかやっぱ、その、読みの散らし方がすげえうまいわ。技術的なことはさすがにもうあんまり変わんないけどさ。いや、最強剣で良さそうだね。さすがに。うん。やっぱ強えわ。ちょっともったいないのはいくつかあったけど。いやーでも、あんなに散らされたらやっぱ置き攻めとか、ラッシュガード後の駆け引きが、やっぱ毎回違うっていうか、絶対なんかするって感じだったね。おとなしく投げられるみたいなのは全然なかったな。うん。触る機会自体は、多分俺のが多かったと思うんだけど、やっぱそのしのぎがめちゃくちゃうまかったわ。でも逆になんか、あれでっていうか、ああいう風にやった方がいいのかなっていう風に思わせてくれたな。スト6がうまいっていうより、なんか、スト6がうまいっていうよりかは対戦強いっていう感じだったけど、うん。やっぱなんかその密着戦が強い。圧倒的に。いや、でもちょっとミスも多かったな、反省。もうちょっと、なんか大事な場面で結構ミスっちゃったな。それがちょっと悔やまれるの。ミスで幕開けた人は4つくらいあった。うん、ちょっとやっぱかかっちゃってたかもね。先生との対決にちょっと前のめりすぎちゃったかもしんないね。そう、剣道キャラはね勝率高いと思うんだけど、まあ、俺自身のね、ちょっと前のめりすぎたかもしれない、気持ちが。いやーでもやっぱ先生強くて嬉しいな。学び、なんか、こんなのあるんだ、みたいなのはほとんどなかったけど、そんなに近距離勝負するんだな、っていう。まあでもなんか、まあちょっと上振れとかもあるから、ちょっとあんま鵜呑みにするのは良くないだろうけどな。けどなんかそういう意味ではなんかすごく刺さった。大会でアンガリーに勝つのも厳しそう。いや、まあ2先とかだったらそれは勝つことあるんじゃない？全然。このゲームだし。でもやっぱ実際に対戦したことある人の中でやっぱ一番強く感じたな。